今度はね、ね。第3問のままた A パターンいきます、ね、会話の中で、えー、あごめん、会話っぽくしといて、えー、この単語の意味聞き慣れない熟語ね聞きなれない熟語の意味を類推してくださいっていことでこの間も言ったけどこの下線が引いてあるところはここはもう空欄にしてここに当てはまる単語を見つけてこいっていうようなもんでここの単下線が引いてあるところのイディオムなんか全く知らないでいいです前後から判断しろっていう問題ですねだむしろ選択肢にある、 この単語、これを知ってるかどうかっていう方が重要になると思います。はい、行くよジュディとルークの会話です。Hi, Luke!Where is Bob?I thought he wanna help us clean up the beach. ね。ルークちゃん、ボブはどこ私は彼が私たちが海岸をきれいにするのを手伝いたいんじゃないかなって思ったの。思ってたの。ね。はい。 えー、ルークに、えー、とボブの行方を聞いてますねどこにいるかそしてさあここヘルプアスクリーンナップここねここだけはちゃんとヘルプは A さんときたらこの後ろに来るのは原型同士あ,あるいはというステージだよね。 大丈夫ねはい、でどっち使っても、まあ、こっち通歩シ止使う方がちょっと古い感じかなちょっと硬いような感じもしますが A が何々するのを助けるあるいは A が何々するのに役立つ。 ね、こんな風にこのはよく正常作曲穴埋めいろんなところでボコボコ出てきますからね、えー、原型が動詞の原型があった時に A の左側に来てるのが助動詞だけとは限詩役動詞だけとはね限んないからねはいさあじゃあ次行きましょう私たちがクリーンアップっていうのはきれいにするんですねえビーチをきれいにするのを手伝いたがっているというふうに私は思ってたんで これから私たち、えー、と海岸をきれいにするんで、えー、ボブを呼びたいなボブはどこにいるのって聞いてるんですねはいそしたらルークが「I decided not to ask him to come」やつにはね来てもらわないことにしたよっとですね来てくれというふうにお願いしないことに決めた Really? Why not? なんでなんですがこれすっごく引っかかるんですよ皆さん 僕ね、あのー r e a 本当って言ってるでしょこうか本当って言ってなんでここに当てはまる英語を選びなさいって言うと100人中98人ぐらいは Why? ってやるんで,すなんで ノットをつけなきゃいけないんですよこの場合はこれは怖い問題ですねなんでかっていうと否定のことを聞いてなんで否定なのって聞いてるねなんで呼ばないのなんでやらないのっていうノット付きの疑問ですねなんで何々しないのって否定のことをの理由を聞く時は「why not?」必ず言いますいいですかこれは気をつけないとね

The one to call the shots one The call すする人ですね、the、one フ不定詞が来てペケペケする人だよ。ペケペケする人自分のことをペケペケする人だっていうふうにあいつは思ってるからだから嫌なんだとっていうことでここはなんか当たり前に俺はないのにするよみたいな嫌なやつなんですねきっとねだから呼ばないっていことでさあここなんかごちゃごちゃ書いてあるけどここはただの空欄です空欄で考えてください。 どんなやつが嫌なやつですかちょっと選択肢見てみましょう。Ask questions。こういうやつも嫌だね。質問ばっかするやつね、はい。それから2番。Avoid trouble、えー。問題を避ける人。うーん、これもちょっと書くな。で3番が Have control。その場を仕切るってことですね。Have control。コントロールを持つってことですね。Make friends. 友達を作る人。うーん、友達作るのはあんまり嫌なやつじゃないよね。質問する人。 もう,うるさく質問するんだったら嫌だけどね。うん、なんか2番、アボイドトラブルは困難を避け問題とかを避けて通る人なんであ、まあ無責任っていうような感じもするけど、まあよく言えば問題を起こさないようにしてる人ってことでもあるね。はい。でもうちょっと見ていきますね。i someone、具体的に i someone suggest a different idea。誰かがですね、違ったアイディアを 提案したとしたらボブはいつでも it それを無視するかあるいは angry「get ア n グリ」「え怒るんですね。そんなこと言うな俺の言うことを聞けみたいなね他の意見言うとねダメなんです。っていうことでどんなふうに嫌なやつかっていうとまあその場を全部こうねああやりなさいこうやりなさい自分の言う通りにさせたいということがこの後ろの文で分かりますから3番の「ハブ・コントロール」これが正解。 はい3番です大丈夫でしょうか、うん、えっとですねでここねちょっとね長文なんか読む時も大切になるんだけど違ったアイデアって言ってますね 何と違ってるんですかこれはちゃんと読み取れるようにしてください。違ったアイディア。何々とは違ったアイディア。違ってるっていうのはフロムですね。何と違ってるんですか h と言。<He> s. <S 彼のものってことですね。これは所有代名詞ですから。 His 彼のもの彼のアイディアですね彼のアアイディアとは違ったアイディアを言ったら最後怒り出すということですはいという問題でしたねはいなんで、まあ、827番ですか答えはえめっちゃ書いてみましょう827番ピッピッ答えは3番ですねはいじゃあ次いきますよ、うん 問い、えー、の2番ですね今度は会話じゃないですけどね。In my high school years, 私の高校時代には、My friend and I felt that 友達と私の友達と私はこんなふうに感じてました。Mr. Bell was the epitome of a good high school PE teacher.PE って何ですか ?PE. よくいますよくいますかどこにでもいるんです、ね、どこの高校にもねはいえー、フィジカルあのこれあの肉体教育って言うとなんか変な感じしますからね体育ですよ、ね、肉体的な教育肉体教育 <laughs> 何を教えるのか私は肉体教育あ教師です <laughs>、ね えー、体育の先生ですねさあどんな体育の先生ですかねエピトムだって言ってますねグッドハイスクール良い体育教師のエピトムだっつってんですねまあ鏡良い教師の鏡とかなんかいい言葉が来てるような感じしませんかねはいで、えー、もうちょっと見ていきましょう「He was not tall or well built but 彼はそんな背高くないし、ウェルビルトって大丈夫ですかよく作られてるってことで、体格がいいってことですね。体格がいいね。<laughs> いいね。えー、わけでもないんですね。彼は背が高いとか体格がいいっていわけではない。でもね。b u t he was able to teach sports。彼は教えることができた。スポーツを教えることができた。さあ、どんなスポーツですかそれはしばしば要求するよ。 アロットトオブスススレンンングスとインデューランスたくさんのストレングスとインデューランスを必要とするようなスポーツを教えることができたストレングスこれねフィジカルストレングスとも言いますね何すか肉体的な力ストレングス強さ ね、これ体力のことです。ねえー、体力とインデュアンスの忍耐力ですね。体力と忍耐力を必要とする、そういうスポーツを教えることができた。かなりいい先生なんだよ。ね、さらに、furthermore, he had the ability to make us do our best and never give up。彼はですね、こういう能力も持ってました。to make us do our best。私たちに何々させる能力を持ってた。 全力を尽くさせる最善を尽くさせ、そして never give up 決して諦めないという。ね、はい、そういうことをさせる能力を持っていました。every、a e v e n today、今日でさえも I believe。こんなふうに私は信じています。I have never met a better P. E. teacher。彼よりもいい。良い。体育の先生には会ったことがない。彼が今までで一番いい体育の先生だ。 いうことです。さあ、褒めちぎってます。さあ、このエピソン。で、これはね、知ってる人もいるかもしれないね、この単語はね。はい、えー、じゃ、見ていきましょう。一番ですね。アスレティックカインド。運動系の。あ、で、それはもう当たり前ね。運動系体育の先生なら運動系に決まってるんですから。これはなんかね同じことですね、えー。この果物は果物だって言ってるようなね。感じで変ですね。二番。パーフェクトエクセプト。完璧な例である。もうすごくいい典型例だってことですね。 3番がプラティカルソート実践的な先生ですなんか変ですねストリクトタイプっていうのは厳格な厳しいとかなんとかねしないで引、ね、っ張ってたとかそういう話出てきてませんから答えは2番のパーフェクトエクサンプ典型的な例いい例であるということですねはい828番答えは2ですねよし大丈夫ね